ラフタリアが受けた呪いの傷を癒すため王都の大聖堂へと向かうナオフミたち。その途中フィドリアル好きの少女メルティと出会い、旅の道連れとする。私はメルティっていうの。初めての友達に大喜びのフィール。穏やかな旅。しかし王都に着いたナオフミの前に槍の勇者とマインが現れ、白昼の往来で決闘を挑んでくる。次回メルティ。ナオフミ様はやっぱりロリコ。